台東区からのお知らせです。現在書道博物館では企画展抵抗と教訓リターンズ激動の民末新章を開催しています。会期は来年1月22日日曜日までです。時は明王朝が崩壊し新王朝が確立する動乱期、文人たちは新王朝に抵抗したもの、享受して官職に就くものなど波乱の人生を歩みました。激動の時代を反映する民末新書の書の世界をご堪能ください。開館時間は午前9時30分から午後4時30分まで。入館料は一般大学生500円、小中高生250円です。お問い合わせは書道博物館 03-3872-2645 番までどうぞ。高齢者の方を狙った特殊詐欺の被害が後を絶ちません。地域で連携して被害を未然に防ぎましょう。被害を防ぐには本人の注意だけでなく周りの方の働きかけも重要です。少しでもおかしいと感じたら迷わず110番または最寄りの交番などへ相談してください。またこちらのチャンネルでストップ特殊詐欺、もう騙されない、 ATM で還付金は戻りませんを放送予定です。放送期間は11月13日日曜日から19日土曜日までご覧の時間に放送します。 U 字工事のお二人と一緒に特殊詐欺に遭わないための対策を学びましょう。番組ではその他警視庁防犯アプリデジポリスなどについてもご紹介します。ぜひご覧ください。新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチンの接種についてお知らせです。対象は初回接種が完了している12歳以上の方です。接種間隔が5ヶ月から3ヶ月に短縮されました。ご覧のスケジュールでオミクロン株対応ワクチンの接種券を発送しています。新しい接種券が届き次第オミクロン株対応ワクチンの予約ができます。病院集団接種会場はご覧の通りです。ファイザー会場ではオミクロン株 BA4、BA5 に対応したワクチン接種を実施しています。また北上の2丁目特設会場は11月8日からモデルナからファイザー接種会場に変更になりますのでお気をつけください。こちらの二次元コードから予約サイトにアクセス、またはお電話でご予約ください。12歳から17歳の方は電話予約のみになります。自分自身や大切な人の命を守るためにお早めの接種をご検討ください。お問い合わせは台東区コロナワクチンコールセンター 03-6834-7410 番までどうぞ。